ツベースカレーという看板メニューになります。小麦粉などは一切使わない、とろみもお野菜だけのカレーになります。豚の軟骨を8時間昆布と一緒に煮込みます。スパイスはですね15種類くらいですね。安心で安全でこう毎日食べてもすごく体にいいって思うカレーを作りたかったんです。はい、クミンっていう、こうスパイスをたくさん配合してるんですけれども、食べたらこうじんわりくるような。お店のコンセプトがみんなの秘密基地なので、お店の楽しい雰囲気を味わっていただけたらとても嬉しいです。